長引くコロナ禍、ウクライナへの侵略、それに伴う物価高騰、さらには将来の自分や子どもたちの生活に多くの人が不安を感じていると思います。その一つ一つの課題に向き合い、安心に変え、日本を前に進めることができるのはどの政党なのか、それが今問われています。私たち公明党は、生活者の小さな声を聞き、すぐに動き、政治に生かす特色があります。例えば、食料品が高くなって生活が苦しい、ガソリンや材料費が上がって赤字だ、そうした切実な声を受け止め、公明党は動いてきました。その結果、公明党が主張したガソリン補助金の拡充や給食費や公共料金などを支援する予算を確保することができました。公明党は経済成長と雇用や所得の拡大に向けて、人への投資を抜本的に強化してまいります。また、全世代を守る社会保障を構築しなければなりません。これまでも公明党は、親の経済状況によって子どもの教育格差が生まれてはならない、その信念から幼児教育・保育の無償化、私立高校授業料の実質無償化、返済不要の給付型奨学金の創設など、3つの教育無償化を実現してきました。今後は出産育児一時金の増額や奨学金返済の負担軽減など、子どもたちが生まれてから大学卒業まで教育の経済負担の軽減を充実してまいります。今、65歳以上の6人に1人が認知症を発症しています。自分や家族が認知症になったらと心配される方は多いと思います。公明党は、その予防や早期発見治療などの支援体制、地域ケアの充実を推進してきました。今後は予算の裏付けや施策を前に進めるため、認知症基本法を制定して、家族も含めた相談・生活支援を強化します。多くの人が今のウクライナ侵略や北朝鮮のミサイル問題などで、日本の安全保障に不安を感じています。これまでも公明党は平和安全法制をリードしました。今後、必要な予算を確保し、防衛力を強化するとともに、日米同盟の抑止力・対処力を強化していきます。日本がこの難局を乗り越えるには、国民の皆様の声をしっかり聞いて、それを政策として実現していく力が不可欠です。今こそ公明党が力を発揮し、日本を前へ進めていきます。日本を前へ、公明党。